お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイジャイデッキをね紹介していきたいなと思います。だけど今のグラチャレの勝率1位がこれかなというわけでやっていきます。で、前までエレキだった枠がハンターに、ね、なった方が使われてます。まあトリトンプラスハンターの近くに引っ張って近距離最強コンボがね先に強すぎると、まあ、いうような編成でございます。で、グロ隊がねちょっとあったのでそのお話もしたいなと思いつつ、残り35分で終わりますね。で、上が40勝か、高えなっていうところで35勝で散りました。はい、申し訳ないんですと。というわけで18位かな今は。でも僕バッチの最低ラインが18位なので、まあ更新できずというわけで、一桁はねやっぱ取りたかったですね。で、僕今回3回やって人がランクから消えてるんですけど、33の5敗と30勝5敗と、まあ35の5かなというわけで、めちゃくちゃなんか好成績だったんですよ、個人的には。なんかグロタいつもやっても20何歩で負けたりとかもしますし、こんな勝てなかったんですけど、なんかトリプルエリクサーモードだったんだね。あの、もしかしたらトリプルエリクサーのセンスがあるのかもしれない。嬉しくないことはないけど、なんか複雑なね。はい。っていうのもありつつ、まあ、マルチより僕多分グローバル大会の方がいつも勝てるんですけど、一桁とか二桁ね、結構安定して取れるタイプなんですけど、まあ、何が違うのかなってこう思うんですけど、まあ、正直わかんないですよね。だってマルチとグロ隊何が違うのっていう、はい、感じなんですけど、まあね、まあ、グロ隊上位目指して、どんどん今後もね、やっていきたいなというのはね、ありますよね。そうで、今回トリプルエリクサーだったんですけど、昔というか結構前は、サドンデスチャレンジとか、なんか結構いろんなね、チャレンジがあったんですよ。そう、なので、まあ、もしかしたら、こう、次回とかね、普通のモードでもなく、こう、いろいろ変わってね、レイジとか、まあそういうチャレンジもね、今後来る可能性すごいあるので、ちょっとね、その辺も楽しみにしつつ、やっていきたいなと思いますね。さあ、今回、相手はファルチ、バルキリー、スキアイスピー、ファルチバルーンですね。さあ、これ真下にディガーが来る。あ、真横だった。これま一発かな？いや、ハンター OP。いや、でけーで、これ、なんとなくこっちに攻めちゃおう。いや、特に理由はない。バルキリーか？いや、バルキリー強えな。で、取れねえかな？あれ、引っ張ったら良くないのかな？まあ、早めに引っ張っていいか。まあ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 、さあ、これはね、どうだろうね。まあ、ロイトリトンするだけ相手はきついと思いますし、まあ僕は逆にバルーンディガーされるだけきついみたいな、まあそんな感じかな。お互いダメージが通るので、どれだけ綺麗に守れるかというか、大事なカードを裂かずにね、僕だったらハンター、まあ相手だったらまあバルキリーとかファルチェ、どっちか裂いたらもうどっちかしかないので、みたいな。まあそんな感じな気がしますよね、さあ。で、ディガー、まあ、このベビーにファルチを使ってくれたら僕はもうロイトリトンそれだけなんですけど、バルキリーで受けてくるっすね。これ結論して良くないと思うんですけど、どうでしょうか皆さん。みんなに聞いていくタイプ。さあ、結論からの、まあ、トリトン適当に出して、さあ、まあ、ディガーするね。これライトで飛ばして、あ、でもババがもうちょっとお前頑張ってほしかったな。これ逆も攻めたいけどな。まあ、ゆっくり行きましょうかと。まあ、でも相手と同サイドになるのは嫌っすから、僕としては逆サイドいいのかな。これも多分ファルチ取りねされるんで攻めなくていいですね今回は。一回ステイして、なんか頑張ってるやついる、引っ張ってくれるのはありがてえな。しかもファルチを引っ張ったらこのベビドラがね相手はきつい。でもう一回トリトンからですね。いや、無限ループ入ってんな。そこだってもうロイ出して、まあ、バルーン来てもハンターと檻があれば一旦檻かな。一旦檻からの、まあ、攻め取るねちょっと怖いっすよねこれ。まあ、でも相手も防衛しなきゃいけないのでそんな余裕はないよねっていうところで、さあロイパンチが炸裂していく。ライト2周を回すのはさすがにヤンキーな気もするので、ちょっと待ちつつ1周防衛しましょうか。
よいしょ。これトルネで多分変なとこにハンターが持っていかれるんですよ。持っていかれねえかな。OK、これは右サイドを絶対防衛しに来るので、あえて逆サイ行ってあげると、ちょっとおしゃれに見えます。OK、いいさ。さすがにこれは止まんないでしょというわけで、ハンターがね、鬼優秀でしたね。ハンターじゃなかったら負けてた説もありますね。はい。というわけで、ハンター型がね、今、使われてます。エレキ、エレキじゃないことによってのメリット、わかんないな。エレキはまあ、ハンターになって、まあ、スパーキーのリセットがちょっとめんどくさいぐらいですよね。なんか、もともとこのデッキは、エレキとベビーしかなくて、ガゴ群れとか、なんかね、コウモリとかが意外としんどいデッキだったんですよ。で、別にハンターになっても、まあ、そんな変わんないし、まあ、なんなら空に強くなった気もしますよね。ハンターのことによって。バルーンとかラバーとかによっては。まあ、なので、結構まあ、とりあえず安定デッキではありますよね。すごいおすすめなね。はい、デッキです。結露してライトをぶちかますだけですからね。で逆サイ来ても降りとトリトンあるみたいな。まあ、そういうデッキでございます。さあ、ロリババー。アイビズ、まあ、スケラかクロスか、キョスケバルーンとか。もうキョスケじゃないこと祈るしかないんですよ。僕も出しちゃったんでね。で、今日ね、今動画内だとすごい元気なんですけど、なかなか、なんか、クラロワ自体がラグくて、今日なんか、そう、他の人とかもなんかツイートしてる人がいたんですけど、なんか Wi-Fi 切っても Wi-Fi つけたままでもラグいみたいな。いや、マジで僕もそれですごいラグかったんですけど、今のところなんか奇跡的に、ね、順調に進んでて、まあ助かってはいるんですけど、そう、1日限定のね、ラグロワでございます。さあ、これは相手は、なんか、すごい独特な、フェイクナイトを入れてきた。まあ、アイウィズ取るねかな、これ。あ、でもこれ、突破するよね。あの、アイウィズ、ちょっと引っ張りたいな。施設回んのかな？施設回るが、いや、これ絶対行っていいな。あの、マッチョが頑張ってくれてるんで。マッチョが頑張ってくれてるんで。いや、スケまでやってよかった気もするな。まあまあまあ、いいダメージをね。与えることができました。これ、結露いくらのライトニングも刺されますし、まあ普通にハシマロイでも、ハシマロイはダメか。ゴブオリあるんで、相手が拍手してくれてんな。ありがとうって言っておきますね。か、ラグくて焦ってスタンプ連打してるとか、知らないけど。さあ、とりあえずないと、で、困ったら、ハシマ防衛ライトでもいいですね、別に。と思います。さあ、ここで、ナイトをね、できるだけ溶かしたいですね、僕としては。ハンターをね、内側の位置に出すと結構スケラを守れるんですよね。あ、でもいい感じのトルネをされる。まあ、これ結露いかな、正直。まあ、スケラ受けはベビドラ、タルババとかで頑張ろうっていう感じですね、僕としては。で、アイビズは絶対ライトで飛ばしたいっすよね、っていう思いもありつつ、アイビズをね、なかなか咲いてこないっすよね。施設、邪魔だな、あれ。あ、これ、飛来神っすね。うわ、飛来神、ガン無視した。優秀か？いや、まあ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 、いや、ここ一回我慢して、もう一回結露いっすよね、これ多分。さあ、結露いして、いや、ベビー残るっしょ、これ。残らんのかい。まあ、ここ、引っ張って早めに処理してもいいけどな。さあ、ベビドラ。いや、ベビドラマジ強いんでね。いや、タルババンも使いたくなかったけど、まあ、いっか。で、あと、ライトかますだけですよね、僕としては。で、どこに何が出てくるかわかんないですけど、オッケー。あ、待って、ごめんなさい。芝ごぼうりした。いや、でもなんか竹取ってる。んー、焼きちゃーん。ごめんなさい。これ、ベビドラを処理するように、なんか、ハンターか今、ベビドラを出したつもりだったんですけど、縛っちゃいましたね。はい。まあ、良くないですね。はい。で、残りね、そういえば、シーズンマルチももうあと11日か。結構短いので、今しかも上7日か。まあ、8000はね、出ない、1人2人出るか出ないかみたいな、まあ、そんなラインだと思いますけどね。どうなんだろう。出なさそうではあるっすね。まあ、とりあえず今シーズンもまあ、あの、前シーズンマルチやるとか言って、全然やってなかったんですよ、僕。てか、ま、やれてなかったんで、今回やる詐欺せずにね、はい。マルチ上位、
狙って頑張っていきたいなと思うんですけども、さあ今回の相手もチンヘンスケラーですね。さあチンヘンスケラー大人気でございます。これトリトン竹取ってくれんのかな。あーいいねトリトンくん、まあ、檻から入ってでもいいかな。で多分ロイプラスライトは前半打ってもねそんなに決まらない気がするんですね。カウンターされるだけみたいな、どうなんだろう。まあとりあえず結論します。クナイトの逆サイ行ったら相手アイスイーズと、まあ、施設とベビードラ、まあ、タルババもちょっと嫌っすよね。でトリトン出したいけどな、あれ端前なんか2くんのかな、まあ、ライトでも良さそう。あ当たんね、当たんないので、まあ、カウンター防止用のライトですね。ここでボムタワーに打ったらダメージが通るんですけど、まあ、これベビドラキングに座れるっすね。まあ、ロイなんでいいかなっていう。アイウィッツとかベビドラとかにライト打ったらカウンターが来ないんですよ。前半はカウンターが来ない、ライトニングを打つのが大事で、後半はまあダメージを通すライトニングがいるって感じですね。さあ。まあ、ここはトリトンがね、優秀ですよと。で、ボムタワーでしたね、今回相手は。まあ、なんとなく攻めます。これ別に通んなくてもいいかなっていう感じではありますけど。さあ、ボム強えな。アイウィズボムか。はいはい。さあ、残り1分でございます。まあ、こっからですね。僕としては。これ、タルバを使ったら端前ナイト、うん、フェイクナイトとかもありそうですけどね。とりあえずトリトン構えて。さあ、これ、ババが頑張って泣いて。さあ、こっから結論ですね。右と左どっちがいいかな？まあ、なんとなく逆にします、今回は。さっき同彩でしたよね。さあ、で、トリトン最強。ボムにライト、いや、アイウィズにライトっすね、僕は間違いなく。うん。僕は間違いなくアイウィズにライト。これはまあまあいいライトが決まる。ボムの爆破がねこれ強いっすよね。相手もそれを分かってて、あの位置にねボムタワー置いてます。ボムの爆破で後衛プラスのロイジェを溶かすっていうやつですね。まあ、でも流れはめっちゃいいっすよね僕今。よいしょ。でまあベビーも使いつつ、まあトリトン適当に出しときゃいいかな。あ、これいい。トリトンがめっちゃいい。さあでここはトルネで下げられるが一発。いやこのロイのねトルネで下がってる時に打つ疑惑が強いんですよね。お前それ本当かっていう。で相手ベビドラタルババスケラはまあやってきそうですけど、よいしょ。さあハンター横マジで強いんでね。今のはバカ。よしよしよし。さあそんなわけで、まあ、残りは結構ライト圏内でもあるっちゃですね。で毎回ってボム高いんでそれをちょっと読んでのライト。よいしょ。さあいい。ベビーが、ベビーが一発入って、まああとはもうなんか僕は見守るだけみたいな。次ライト圏内だと思いますね。トレーニング使ったか。さあグッドゲームと、あー2連続遅延スケラ。うん、いやこんなに流行るっていうか、なんでって感じなんですけど、まあ偶然ね、はい、偶然チエンスケラが、まあ2連チャン来てますで、1戦目がゴボーリで、2戦目がボムだったんですけど、多分、ボムの方が勝ちやすいと思いますね。檻だと、普通にロイにこう直当てできて、平石もできて、カウンターにもなって、ロイも溶かせてっていう。まあボムだとこう、空とか総合的にね、強くなるっていう部分はありますよね、チエンスケラ。まあ、ロイはさすがにこのカウンターとしてね、優秀なゴボリが大事ですね。ロイジャイの後ろにゴボリいるだけで、結構防衛大変になるんだね。さあ、タルババ。PK。サッカー選手か？あ、待って、ナイトタルババ。ちょっと待って待って待って。お前、今日の動画3連チャンチエンスケラは、いいけど良くないっすよね。いや、マジでそうやんけ。やば！待って待って待って。やばくない？いや、さすがにチエンスケラもう確定演出ぐらいじゃないですか。
タルババナイトポイズン。これも違ったら違ったっすけど。え、やば。そんなことあります？いやマジで、そんなことあるっていうようなことが今起きてんすよね。施設？いや、相手なんかこれやってんな。で、爆破終わってから、ユニット追加して、よしよしよし。いや、これスケが？あー、お前、なんでだよ、スケ。そこはハンターを守ってあげなきゃ。よしよし。ごめんなさい。いや、なんで謝ってんの、俺。なんか、遅延スケだと参戦する動画になっちゃったっすね、今日。いや、でも、これ別に相性はね、多分トントンレベルか、いや、まあちょっとロイがいいぐらいなのかな。多分そこまで差はないと思いますけどね。こういうクラロリーグとかでも、この対決よくありましたけど、なんかいろいろ、こっちが勝ったり、あっちが勝ったりみたいな、そんな感じだった気がしますね。さあ、ベビドラ強い。あの、アイビーズ引っ張ってしまえば相手としては、辛いよね。で、まあボムとかで守ってくんのかな。まあまあこれ結論でいいっすね。こういうのでコスト使わせて、エリアド取って、サベビーも入るしね。結論いいがっしゃーん。さあ。相手は、端前、なんか読んでの、これタルババ読んでとか来たらちょっとやばいですけどね。さあ、ここで自然とね、両サイドカウンターになっていく。これ相手終わったっすよね。で、真ん中にボム？おい。いい、逆も入る。これ2周目ロイ、行きたいけどな。まあ、行かなくてもいいか。別にここで、ケツロイでいいんですよね。いや、待って。なんで？お前、左の方が削れてる。さては、マッチョっすね。いや、ゴボリすぐそういうことしますからね。逆サイ鬼削る。いや、これやばいな。これもライト打っちゃいます。危ねえ。これは、ちょっと負け筋でしたね。僕が今、ハンター出したことは。で、まあ、タルボバだけしてあげて、正直左にロイ出せば相手はまあボム置くと思うんで、よし。で、ナイトかな。ここにナイトきます。よし。引っ張ってあげると、これはもうね、終わりなんじゃないでしょうか。一発入ればもうライト圏内ですからね。さすがに。バモースオーケーと。まあ、いうわけで、もうええて。本当に。遅延スキルはもうええて。相手ラグかったのかな。スタンプをしてるけど。はい。というわけで、ちょっともう一戦。いや、さすがに、遅延スキルはもういらねえだろっていう。やばいな。これちょっと待って、逆に、次も遅延スキルだったら、何連続遅延スキルと当たるのかみたいなね。いやー、遅延スキャラの顔してんな。でもスパーキーの顔もしてやがるな。あー、終わった、クソ。なんか変なチャレンジ始めてるんですけど。まあ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 。さあ、ウォールブレイカーかな。ナイトやりこぶ。まあさすがにね、3連続同じデッキって結構珍しいですからね。まあそれぐらいこう遅延スキャラが普通に強いっていう証拠でもあると思うんですけど。うわ、バカか。やばい。これね、ウォールブレイカーなんで、折り取っておきたかったんですよね。さあ、ウォールブレイカーだと思いますね。まあ、ナイトとか来たらライト打とうかなって感じだったんですけど。薄キロ。なるほどね。迫撃スキロ。なんかでも相手やってますよね、これ。なんか降ってきたっすよね、これ。絶対これ、いや、ナイトだもんな。なんか、新しいスケラだ。いや、おもろい。まあ、とりあえずスケラ4連チャンっていうのは、施設がボム？いや、迫撃スケラか。でも、ナイトあったっすよね。なんのナイトや。これ、なんか来るよな。いや、ハンター来たわ。ラッキー。なんかっていう。なんか、とりあえず出しとけば当たるみたいな。で、タルババもね、なんか意外と攻めるときに適当に転がしとくと、いい感じになるんですよね。今回はダメでしたけど。はい。あれで、迫撃、あ、ナイトいるわ。ごめん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 。僕のね、頭が腐ってた。はい。普通の迫撃スケラっすね。普通の、マジで普通の迫撃スケラだ。なんなら僕めっちゃ使ってたしな。ナイトいるかなと思って。言いましたわ。ナイトムート反対やりゴブの、まあ、ファイボーでしたね。ファイボータレバボかな、そしたら。まあ、なので、相手はこのベビドラがきついですね。ぶっちゃけ。もうベビドラゲーします。で、もう一個来
たらライトとか打ってもいい気もするんですけど、打たなくてもなんか守れそうなんでいいかな。相手めっちゃ攻めてきてるけど、僕はこれちょっとコストないように見えるじゃないですか、僕実は。でも結構あるっていうね。今スケラ打ってくれたらな、勝ち確だったんですけどね、相手も打ってこなかったです。これ迫撃かな。いやー違った。さあ、まあベビー出してからかな、これベビー出してからのタルババで、まあダメージ多少受けますけど、ライトニング打った分ね、まあ、耐えてさえしまえばもう。だってこれはいいんじゃない、気づけばいいカウンター。いやムートちょっと邪魔かな、これハンター出してみんな。近くにしか相手ユニット出さないんでね、このナイトとかハンターしか。いやめっちゃいい防衛すんな。そう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 、いやライト2発だな、ライト2発って怖くねライトのやつ、これハシマイムートスケラとか来ねえかな。ないと。いや早く早く壊して。いやでもハンターが普通は優秀なんですよ。いやトリトンもナイス。いや来た来た来た。いや耐えたらさすがに勝ち。いやこれでだって勝てなかったら訴える訴えるってなんやハンター。よし、いやババナイス。いや、やばい、待って。いや、危ね。よしよし、一応なんか隅っこに外して、まあなんもないですけどね。さあ、グッドゲーム。いや、相手もラグかったのかな、なんか、悲しみのスタンプはね。はい、というわけで、さあ、無事ね、4連勝。いや、スケラーめっちゃ多いな。まあでも、はい、ロイもね、それに対してすごい戦えるぐらい強いので、ぜひね、皆さん、このハンター型のね、ロイジャム使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。